毎回こうサクサク謎が解けたらな、気持ちいいんだけどな。はい。また溝人魚魚人魚人人魚なんかケーブルが繋がってる。やっぱ実験体の子かとかゆっくりに出ると酸素が持たないんだよね。一回戻ります。行きつ、あ、行き、あ、行きすぎであ、できてるわ。よかった。お前も大変な目にあったんだよな、きっとな。俺だってちょっとなんかタイミングが噛み合ったり違ってたら、そっち側だったから追か、追いかけてこないで追いかけてこないで酸素欲しい、酸素 掴んで上がりまーす。うわ、危ない、ギリギリ。そんな目の敵にしないでもさ、友達みたいなもんだよ。友達っていうか多分家族みたいなもんだよ。はい。はい。はい、ぴょーん。光がないからな。潜水艦の時は光があったからさ、それ怖がってこなかったけど。うーん、すごいね、今はもう積極的に来る。だるまさんが転んだのあの、転んだがない状態。だるまさんがだけを永遠にやってる。 でも人魚って下半身が魚だから人魚なんだよな。魚人かだから。いやでも頭が魚でもないな。なんだじゃあ。めっちゃ泳げるくん。めっちゃ泳げるくんだわ。ほっ。よっ。あ、なんか、扉がある。入ります。この子も来ないこれ。うわ、この子来るじゃん、普通に。あ、間に合い間に合い間に合い。ちょっと遅い。意外に遅い、あの子。うわ意外に遅い。水中生物の割には意外に泳ぐのが遅い。え、ほ、え、ほ。 息が長く続くだけで泳ぐのはそんなに得意じゃないみたいだな。まあ、俺よりは早いけどね。でも俺服着てるからさ。君あの裸じゃん。それはね、服着てる方が遅いよ。これもう服着てるかどうかの差しかないもん。あ、あー、降りないで降りないで。なんかスイッチあったから。降りないで危ない乗ります。スイッチ押します。何が起きるかな。んんあ,あ、動き出した。危ないなこれポト、ポトって落ちたら終わりぞ。ポトって落ちたら終わりぞ。あ、なんか向こう側に渡れそう。 で、もともと渡れるよ <laughs> 何この装置俺で釣りでもしたいのこれ。俺をルアー代わりにあの、めっちゃ泳げる君を釣ろうとしてる公園の遊具にこういうのあるよね。なんか端にゴンってなって飛び出て楽しいみたいなやつあるよね。え、何に使うのなんか上手いこと使って、あー、なんかね、うわー、使わの使うちゃっちょっとごめん、ちょっとあの、下見しに行きたかっただけなんだけど、すごい首絞められてる <laughs>。なんか今右下に赤いスイッチ見えたから、これを使って、 魚人くんんを左の端に固定したいんだよねきっとってことはやっぱり、俺が餌だよなこれ。ここで落ちて、ポトって、おいでおいでってして、掴んで、戻れないんかい。<laughs> 戻れ、届かないんかい。ほんとかこれ先端に行って、こうなんか足チャプチャプチャプってしたら勝手に来るとかないあ、なんか行けそうじゃないかこれ。あ、足チャプチャプチャプーで、来た来た来たなんだ。俺なんか勝手にすごい難しいことしようとしたんじゃん。 で、これで、距離を取ります。すごい反応速度だね。でもね、チャプンって言った瞬間来たもんね。じゃあなんかさ、靴かなんか投げりゃいいんじゃないのわざわざこんなことしなくても。とかね、無水なことは言わないようにしましょうね。これでいけるかなお、いけそういけそう。<laughs> なんか急に喉がやられる。はい、ポッチうわ、ギリギリ、ギリギリ。引っかかってるけど大丈夫かオーケー。ちょっと、接待プレイしてくれたね、あの、 めっちゃ泳げるくん。なんかあの、犬の時と同じ匂い感じた。いけるよ、お前次第でいけるよって。ありがとう、来ないでくれてって。うんおっよいしょ。うん、壊れそう掴みまーす。ふんまあ、でももう人魚は巻いたからさ。人魚じゃない人魚じゃない。めっちゃ泳げるくん。めっちゃ泳げるくんはもう巻いたから。ほっシンプルに落ちるー。シンプルに落ちるのである。もっと振って、もっと振って、そうそう、もっと振って、もっと振って。よいしょ。 オーケーうん、壊れるんだね。ボロボロだ。なんか開けちゃいけない扉じゃないこれ。そうだよね。ああ。なんか開けてはなりませんよのタイプの扉だよね。これね。固く封印されている。何がいるんだろう開けてみよう。鶴かな鶴がいるのかな覗いてはなり、うん、汚い水。また来た人形じゃないな名前。名前間違えちゃう。ごめんね。めっちゃ泳げるくん。めっちゃ泳げるくんはしつこいなー。 もう巻いたと思ったんだけどな。これ開けれるハッチか開けれるハッチだね。えー、下行くのだっているじゃん。まためっちゃ泳げるくんが。でもスイッチがあるから。押してみようね。こっち。はいはい。またこれで巻く感じね。これ巻ける全然来れるくない全然来れるよ。全然来れるって。全然間に合ってるって。うーなんだ。一回で行かないとかか潜って、スイッチ押して、上がって、 で、もう一回こっちでチャプーンって言って木そらすのかなそんなに空いてるあのハッチ。そんなに空いてるかなでもこれっぽいんだけどな。で、チャプーンで、おいで、おいで、で、こう、こっちに誘導し、誘導あんまできてないけど、まあ、とりあえず、これを往復してる間にハッチが閉まっているか閉まっていないかが問題だよね。空いてるなあい、あー、ちょっと捕まっちゃうのこれね。空いてるね、でも。空いてるね。合ってるね、これ。やっぱ俺は餌なんだな。どこまで行っても。よし。 これで、締めながら行けばいいのかなはい。あ、負けそう負けそう。危ないまた。ギリギリ、すごいギリギリなんだよな、毎回。でも、オッケーオッケー。いや、さすがに頭冴えてきたな、マジで。マジで頭冴えてきた。伊達にね、長年ゲーマーじゃないよね。で、また行き止まりと。雨潜れる。潜水艇があればな。常に思ってしまう。潜水艇があれば。潜水艇さえあれば。簡単なのに。なんかこれもまた崩れそう。 絶対崩れるじゃん。絶対崩れるじゃん、ほら。<noise> ああ、来てる来てる <laughs> 捕まった <laughs> あれでもこれ、イベントあ、イベントっぽいな。そうだよね、今。俺に落ち度はないもんな。あ、どこまでも。ああ、完全に下まで連れて行かれてしまっている。少年。お前はこんなところでやられちゃダメだろう。なんか、あれ色味が、色味が変わってない色味が人魚のこと同じ色になってきてる。バイばいバイばい。はいはいはい、息が、 この子は息が持たないんです。ああ。ああ、や,やられちまった。どうすんだよ。インサイド終わりめちゃめちゃバッドエンドじゃん。すごい深いところまで来ちゃった。ああ、なんか光が。いやでももう今更照らされても、もう。え、ね、すごいってどこまで行くのこれ。とんでもない。沈みに沈んで海の底。 なんだおい、俺なんか謎の装置つけられたぞ。なんだなんかお腹に脳波装置みたいなやつつけられた。充電されてる俺。ライトニングケーブル ?iPhone ハカー。あー、なんか、ネットもあるけど穴開いてるからここも落ちるんだろうな。魚さんだ。食べられちゃう。やっぱり餌なんだ。あ、抜けた。スポ。あー、寄ってきてる。かわいい。食いてー。 美味しそう、水族館でこういうこと言うと嫌われるからね。美味しそう、あのカニとか。でも思っちゃうよね。でっけ、このカニめっちゃ食うとこあるなとかね、思っちゃうよね。すーごい食べられてないねえ、めちゃめちゃ食べられてないあ、なんだ眩しい。すごい強い光を感じる。おー、もう完全にそこまで来ちゃったね。おっとっじゃーん。 でもどうすんのあ、えー、うううううみたいな感じでえなんか意識取り戻した何でえこれ普通に水中でしょなんでお前そんな普通に復活してんだよえな何か何事もなかったかのように復活したぞしたしえ息無限に続くようになってるスーパー人間になったなんか注入されたのが理由お腹からプスって捕まえようとしてたんじゃなくてなんか 俺に力を授けようとしてくれていたのかあの、めっちゃ泳げるくんは。すごいすごい、完全に息続くわ。もう潜水艇いらなくなっちゃった。やったー。でも、すっごいそこまで来ちゃったね。どうすんだこれ。あとなんかさ、この影人じゃない手前にあるやつ。そうだよね、これ。人間人間人間なのかわかんないけど、人型だよね。この子たちも実験体いやー、かわいそうに。 一緒に何かの事故で海に沈んでしまった実験隊の子達なんだろうねえこれ俺手動で上がんの上まですごい高さあるけどでもぽいななんかあ,あこれも実験隊の子かなああかわいそうに俺はたまたま適用できたけどねなんか謎の謎の何かを注入されたことによってあ魚がついてきてるかわいい魚群の先頭だぞ俺がおーい部屋がある入ってみようあ魚さんあささん国盛り来るのね これ魚さんが新しい仲間記憶枠かな魚キャノンがあるかなどっかにギミックで。はい、ここもなんか水槽があるね。03番っていう。ここに閉じ込めて、かぁまだいるじゃんおいなんかでけえな、お前。サイズが。大人かいや、お前も、ひどい目にあった。あんか、やわって出してやりたいんだけど。うーん。できないんで、ごめんな。助けてやりたい。でも本当に助けてやりたくなってきた。 結局、魚人くんもいいやつだったしな。あー、あの、めっちゃ泳げるくんね。な、なんでもいいか。どこまでも来るな、魚は。ここまで一緒に来ると本当にこの魚ギミックに使うんじゃないかっていう。3番ドックみたいなところの出口に来たよ。マジでもう、どこに向かってんのか本当にわからなくなってきた。でも綺麗だね。リンボの頃からそうだけど、そんなにこう、カラーは多くないゲームじゃん。基本白黒というかさ。でもすごい綺麗なんだよな。神秘的というかね。 あ、また。開けてはなりませんよ、みたいなハッチがある。おーなんか、魚で、出てきた変な。深海魚みたいなやつが出てきた。でも死んでるあれ死んじゃってそう。これ入っていいのああ、閉まっちゃった。タイミングよく入るのかなこれ掴んど、これ。なんか掴めそうだから。これ掴めないんだ。入りまーす。ちょっとこう、なんか、ケツの穴みたいな。なんか入れない。あ、入れた。なんやねん。ちょっとほらほら、ケツの穴的なハッチだね。すいません。扇風機だね、これ、夏のね。 こう宇宙人みたいな感じでああ我々はとかよくやりましたわここでプロペラ回りだしたら,えらもうえらいこと体がバラバラになりますこのハッチは開くのか開いた危ねえ危<れ>ねえ危ねえ危ねえ足がもうよかったこの身長で俺が身長1 7 0センチあったらもう足いかれてたよはい上がりますあ、ようやく空気が吸えるまあでももう空気吸わなくて平気になったんだけどねめちゃめちゃ倒れてる おそらく実験体であろう子たちがいっぱい倒れてる。あー、かわいそうに。何なんなんで、何の実験してんだよ、こいつら、マジで。ここまでの感じで予想するに、まあ、その洗脳で、元々生きてた人間を、なんか実験してこうしたって感じじゃな、あー、ごめん、喋ってんだよね、今。受話器トラップやめてもらえる今。喋ってんじゃん。考察をさ。だおそらく人間を実験してるのではなくて、おそらく生命体を生み出している気がするね。 この主人公の子はどっちかちょっとまだわかんないけどね。うーんー、レバーがあります。回してみましょう。あー、はいはい、これで。影をね、動かすんだ。日陰を。うーい、怖いね。これと一緒に行こうねっていうね。はい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 。あちょっと、あっああ、これ積んだかなツんツーンツーンえ、あ、え、あ。よい、えー、しょ。おい。 半分ままで来ましたえーなんでーずるくない光がすごい、こう、ワイドに広がってるせいで見つかっちゃった。ちょ、うーぶねーちょ、光がワイドなのほんとやめてほしい。もういけんじゃないこれ。一発で決めたいところ。さあ、ここでせっかちな性格が、基地と出るか、京と出るか。いや、一回ここで待とう。さすがに。待ってもさ、はしご足りなくない完全に倒すのか、この足場を。この足場を使えるように、もう、あっちにピターッと、ピターッと。 ピターと。こういうことだね。オッケー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 。もういいもういいなもういいなよし。ここまで派手なギミックが続いたから、ちょっと地味。よいしょ。届かない。えーやり直す伸び調整地味地味地味,地味すごい地味だよ。よしあ、ガチャンって言った。ここまで行かなきゃいけなかったんだ。あちょ、あとあちょって。あとちょっとだったじゃん。略してあちょ。あとちょっとだったじゃん。あちょ。オッケー。結構進んできたんじゃないこれどの辺なんだろう,うわあポットがいっぱいある。 これなんか降りてくださいと言わんばかりの穴が開いてるけど。中は水かちょうどよく行けば行けるね。難しいことを言うな、また。ぴったり、ぴったり行かなきゃ。ふっおっといーうまい入っていいタンクだったんか、本当に。なあ。なあなあなあな上がれる。あれどっちが正解これ潜った先にもなんかあるんじゃないのんー、綺麗な魚。美味しそうアジかなサバかななんもない。 え、まさかのなんもない。でもすごい綺麗。パソコンの壁紙とかによか、良さそうだよね。よかって。博多の人か、俺は。癒されるー。これ食べられてんのかな癒されるーとか言ってるけど、これ食われてる可能性あるな。よし、行こう。え、お、え、お、お。壊れたポット。壊れたポットってことはさ、なんか実験体出てない外に大丈夫 そろそろさ、何かに追われるギミックありそうなんだよな。うわあ、すっごいいっぱいある。んん上に水上に水ってどういうことこれ。あなんか頭バグりそう。ということ天井に水があるんだけど。えぇ、ー、どうなってんの重力が制御されています。あ、なんか落ちちゃった。うん。見たかった、もっと。もっと見たかったよ。とりあえず押す。あ、しまった。<laughs> なんかわからないまま。わからないままいじっくり倒してるけど、やよくないな、ね、まね。 うーん、まあ、行ってみるか。なんかあるか。どういう掃除なんだって、本当に。天井に水があって、で、上に、あれだね、実験体のめっちゃ泳げるくんがいっぱいあったね。あったっていうか、いたね。ダメだね、物みたいに言っちゃうね。よくないです。でずーっと行って、高さには強い。これが俺の最初から持っていた特殊能力。またスイッチがある。いっぱいあるな、スイッチ。押してみようね。はい。落ちてくる。はい。あー、またこのギミックか。 これ俺得意なんだよね。なんか急にお手製じゃないしかもこれ。木の棒だし。急にお手製トラップになっちゃった。一回乗ってみましょう。乗ってみるとプッシュー。ドン。はい。<laughs> はい。えバコン。いやー、荒いな。何がしたいんだ。とりあえず思いっきりぶつけてみるか、一回。何か起きるかもしれない。一回脳筋の考えを挟もう、ここで。ドンんー、何も起きない。何も起きません。 壊れたりしないかなって思ったんだけどな。タイミングよく乗せ、強いんだって威力が。これでも同じことだよな。振り出しに戻っただけだから。おーん、ま、迷った時は一回帰ってみて、なんか使えるものがないか確認するのも大事。あてか戻れるな。戻れるのって結構珍しくないだいたい戻れない一通になってるよね。で、このスイッチも再び触れる。あー、ま、待てよ、これに乗っ ここまで持ってくるのかここまで持ってきて、プシューを使って上に戻るのかなでもこのまま足場を引っ込めるとまたここに刺さって終わりなんだよな。これ壊せんじゃねえお手製っぽいし。あ、無理です。さすがにそういう納金的な感じじゃなかったか。ええー、どうやんだこれ。壊れないかなこれで。あ <laughs> 脳筋納金だったわ。なんだ結局納金じゃんやっぱ最後は。結局納金が正解なんだよ。 そう、思ってる以上にもっと納金だった。納金が足りなかった。納金思考がもっと必要だったね。なるほどなぁ。勉強になるぜ。でもこれ、どうやって上まで持っていこう。こ,これがこの、この角度を使って、こうじゃないのさ、見てみましょう。これで、計算通りに行けば、射出されて、おいーうまくできてるわ。なんかあの、ドミノ引っ込めたり出したりする力強いよとか言ってたのも、 ちゃんと理由があったんだね。いや、うまくできてるわ。よし、これで戻れる。プシュー。やっぱこれ楽しいんだよな。ポンと。ああ、戻ってきた。わあ。で、謎の装置ね。すごい、やっぱ実験体だよね、上にいるのね。なんか培養されてんのかな。っていうかさ、これ俺の不注意で落ちただけでさ、ぴょん、あ、ほら。俺がちゃんと気をつけてれば、そもそも落ちなかったね。バカにしやがって。じゃあ、やんなくてもいいギミックだったじゃないかよ。 なんか、上の方に赤いスイッチないえ、上ぎすぎんすっごい上。届きませんよ、こんなの。あ。いや、届くわ。これ持ってくるんじゃない上まで。これを。そういうことでも多分ね、ロックしなきゃいけないんじゃないこれで。プッシューで、あ、違います。また読みが外れました。なここにもあるわ。これかこれを使うんかプッシュー、チューポーン、ヒック。ヒック。これ何用に使ったんだっけこれ。これ利用したっけ 忘れちゃったもう記憶が持たない。いや、でも、下からハッチ閉められる理由なんて、それしかなくないこの箱を上に回収するっていうことぐらいしか。これ、俺が乗ってたからダメだったんじゃないハッチと同じで。ハッチ開かないって言ってた時と同じで。俺の体重分、あ、そうです。やっぱりそうです。あ、ごめんね、挟んじゃった。よいしょ。はい、大丈夫でした。うん、やっぱそうだった。俺が重いって言われてるだけだった。え、でも、俺は俺はどうやって行くんだよ置いてかれた。取り残されちまった。 この隙間出れんのかなあ、出れる。水。俺は別ルートで行くのか。ああ、なんかハッチある。あ、これもしかして。下まで行ったけど何もないって言ったあの水槽そうだうわ、すご繋がってたんだ。理由あったんだ、やっぱこの水槽にも。うわ、すごー。最初から全部繋がってたんや。ほんで回収できたこのプッシュを使って、 あ、これ分かったよ。これは分かりました。時間差だね。乗せて、乗って、こうだ。これはまだ分かる。プッシュー、プッシュー、オッケー、トポン、謎の水の中にトポン、重力無視の水。うわぁ。す、やっぱ作られてるな、ここで。生成されてるな、みんな。いやぁ。この俺の後ろにいる子とかは、まだ生成途中の子なんだろうね。 はあ。っていうことはやっぱこの流れ、俺も作られた人間かすごい,い,い設備だな、これ。とんでもないことしてんじゃん。上になんか巨大な装置があります。これ気になっちゃうよね。なんか引っ張れるかな、これ。お、引っ張れる。ふんなんか、なんか良くないことしてる気するけど。なんか取れた。バッテリーこれほんと抜いてよかったのかななんとなくと、あ、ピクンって動いた。怖い。あ、あ、下落ちちゃった。取り行かなきゃ。 何に使うのあれ。痛いあ、やり直しになっちゃった。どうやって降りんだよ。こっから落ちれば、赤いスイッチ押せそうだよな。壁際にあるやつ。えいしょ。この辺にあったよな。お、押せない押せる届けません届きませんこれもう一個バッテリーあるんじゃないの多分このまま落下して取るんじゃなくて、この装置を止めて、水を天井から、 離して、下にビチャーンってさせていくんじゃないかな。もう一個。あこれじゃないやっぱそうだ、そうだよね。まさかね、飛び降りて取りに行くの無理だもん。絶対死ぬもんな、あの高さ。これで、装置壊れたかまだか俺が中に入って壊しに行くのえ、怖ー。ストンどういう装どういう装置なんだって、マジで。すげー装置だ。あるかな ありそうだよな、でもな。え、ほ、え、ほ。壊しに来ました。この装置壊しに来ました。結構高さあった。結構上の方にも続いてる。いや、大掛かりな装置よ、これ。水を天井に重力無視して留めておくなんて。すごい。え、めっちゃ人いるこれ完成した人たちぽいな。出来上がった人型の生命体は、ここに保管されて、 どっかに労働力として出荷されてるんじゃない出荷待ちおーひどいことするな、おい。人間の心はねえのかこの組織というか会社の奴らに。ふざけやがって。え、あ、え、あ、え、なんか研究者いるよ、上に。ねえ。これ見られたらまずいよね。すごいいるよ、あそこには。は普通に降りちゃった、いった。で、これで。ああ、はいはい、すごい水コントロールできるわ。んん,ん 泳げない。うん、どうなってんのこれ。うん、水どっちこれ今。下側が水あ、ちょ、上側が水か。わかんなくなる。いや、これマジでバグるな、の。えー、っと、ってことは、あのハッチを開けなきゃいけないから水、水を枯らすこうか。あでもそうすると、あ、いけないな、あっちに。難しいギミックだ。こんなことしてる場合じゃないんだけど、上の人たちにバレたらまずいんだけど。あ、てか、ここの水槽自体もなんか実験水槽だ。ほら、04番って書いてある。 今まであったじゃん、なんか02番って書いてある水槽あるなとか、全部こういう実験ルームだったんだ。てか、普通に動いてるの、この施設。一部が壊れてるだけで、普通に一部は稼働中だ。俺が、この負のループは止めないとな。止めたいんだけど、まず、あの、止めるとか云々の前に、ここの謎解かないとな。わかんねえ。謎が解けねえ。なんかちょうどいい足場ないかな高さ稼げるやつ。これ使えるあ、持ってける持ってける。いいね、これでいいわ。なんで後ろ歩き無駄に体力を使う。なんで後ろ歩き まあまあでもこれでいけるね。いいものを見つけましたよと。あ、あ、開いた、あいたぞやばい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 これ見つかるよ隠れろああ、出荷しに来たんだ。最悪。っていうかなんか、あの、子連れできてんだけどあいつら。は何よーし、今日はお父さんの職場を見せるからね、みたいな。なんかその、職場見学みたいなノリできてんだよ。ふざけやがって。はあうわ、なんか余計腹立つわ。 こんなもん子供に見せんな。倫理観どうなってんだよ。おい、まともな子供にならん。ちゃんと教育上見せるなよ、こんなものを。よっぽど罪の意識がないんだな。ふざけやがって。自分たちが作った命だから自由に使っていいと思ってんだろうな。ふざけんなよ。こっちにも自我があるんだぞ、自我がいや。わかんないけど、俺が本当にその実験で生まれた。 やつなのかどうかわかんないけどさいやでも洗脳くんのことを考えると許せねえよ。あんなに助けてもらったんだ。あいつらいい子だぞ。ふざけやがって。んで水をあげます。はい、ポットンと落とします。で、えー、ちょっとだけこう水をハッチが閉まらない程度まで下げて、で、ジャンプで上の水に入れるということ。だよね。 そういうこと、そういうこと、そういうこと。ああ、よかった。オッケー。んー、で、なんかまた、なんか爆発しそうな浮き。この浮き大丈夫ドッカーンっていかないこれ。めちゃめちゃ爆発しそうじゃん。大丈夫だった。俺、この装置壊しに来たはずだったんだけど、大丈夫そう壊せる規模かなこれ。ものすごい大きさだ。壊せるかな俺一人で。んこれ潜るのか潜ってみよう。まあ、俺の酸素は無限なんでね。 息はいつまでも続く。潜水のプロです。うわー。うわ作られてる。うん作られてるし、下に人がいる。はいはいはい。だからこっからポトンって行くと、これ水から出ちゃうのね。こいつらの上に今こっそりいるんだ。すごい状況。はーい、はーい、はーい。おれ。バレないもんだね、意外に。見ないね、上はね。はい、はい、はい。これポトって落ちたら大事件よ。はい。いなくなったところで、はい、降りましょう。ストンと。 はい。で、なんかレバーがあるね。これいじってみようか。いじると、うんあ、水位が上がった。あー、みんな落ちてきちゃった。ごめーんはー、あ。ごめの動き出した。